露出系、露出系、露出系、エクスポージャーミーターは、写真や映画の撮影において、光の強度を測定し、設定すべき、露出値を割り出すための機械である。露出系で、光の強弱を測ることを、速攻という。世界で最初の露出系は、ハーターとドリフィールドが発明し1892年に、マリオンから発売された計算弱式露出系であった。 その後いろいろな方式の露出系が発明され、使用されてきたが、精度や信頼性や速射性など、圧倒的に優れる電気露出系が発明されてからはほぼ露出系イコール電気露出系となっている。当初は単体露出系として普及したが、その後より速射性を上げるためにカメラに内蔵されるようになり、さらには絞りやシャッター速度と連動するようになった。 今日では一般撮影用のカメラに露出計が搭載されているのは当然のこととなっているが一方で露出計としてより高度な機能を持つ単体露出計も継続的に販売、使用されている。もっとも固有機が中古で信用できないというユーザーはすでに入手している露出計三尺を用いたりしている。日時、天候、被写体の種類、フィルム感度 フィルターなどいろいろな要素を機械的な計算尺に入力することで適正なシャッター速度と絞り値を求めるもの。観光性を持つ紙を光にさらし、変色する時間で明るさを測定するもの。ワトキンス、ワトキンスの B メーター、B メーターなどが知られている。例えば透過率が違う数字が印刷された透明板が並べてあり、 目視で読み取れなくなる限界から露出を求める。数字や被写体を見ながら、フィルターを濃くしていき見える限界で、明るさを求め、適正なシャッター速度と絞り値を求めるもの。目が慣れると暗いものまで見えるようになるため正確な、測定ができない。以下のダイヤフォトが有名である。光学式露出系と似ているが、露出系本体に基準となる光源を内蔵し、それとの比較で測光する。 理論的な精度は得られるはずだが、当時の書籍には、値段が高い割には、何回測っても同じ値にならなくて不満だと書いて、ある。究極的な製品として去る、フォードエレクトリック・インストルメンツが1947年に、非較露出形式のスポットメーター、SEI 望遠露出系を発売し、アンセル・アダムスも1950年代に多用した。 観光素子の出力により明るさを測定し、適正なシャッター速度と絞り値を求めるもの。最も基本的な電気露出計は、電源都受光部と電磁権流計を直列につないだもので、表示部には露出計算スケールがある。最初の電気露出計は、ウェストンのユニバーサル617型であり、日本製品最初の電気露出計は1939年、昭和14年に発売された。 松田露出系である。セレンを塗布した金属板を受光部に用い、セレン板と接続された、権流系で光量を計測する露出系。最も原始的な電気露出系である。通常は、格子と複眼レンズをセレン板に重ねてあり、計測角度を制限、就合している。セレン板の面積が広ければ広いほど、計測精度、暗所での応答性が向上する。 利点としては、分光感度特性が他の受光素子よりもフィルムに近い。目の感度に近い。安価。また、素子自体が発電するため、電源を必要としない。耐久性が高い。欠点としては、一般的に計測精度が、受光の CDS 式より劣る。また、受光量に対し、起電力の増加量が完全には比例しないため、 明書と暗書で感度切り替えを必要とするものが多い。暗い場所では速攻できない。破棄されたセレンが環境汚染につながることから、現在はセレン光電池を採用する製品はほとんど見かけない。速攻素子に硫化カドミウムを使用した CDS セルを用いる方式。セレン光電池が光によって起電力を変化させるのに対して CDS セルは 電気抵抗値を変化させる。利点としては、セレンコを電池式と比較し暗い場所でも速攻できること、受光角を狭くできるためスポットメーターも製造できることなどがあり、さらに抵抗変化の直線性も優れている。欠点としては、電源を必要とする。電源に電池を用いる場合、電池残容量が少なくなってくるとき電力が低下して、 速攻精度が低下するため、気電力が安定している。電池を用いる必要があり、ブリッジ回路などを用いて、気電力変化の影響を受けないようにしているものもある。反応は遅く、特に低気度域で顕著であるため、針が安定し正しい数値を示すまでに時間がかかる。寿命が短い。小履歴特性があり、暗い場所に放置した後はさらに反応が遅くなる。受光量に比例して、 導電性が上がる光反動体素子、フォトダイオードを使用する。使用される速光素子は、シリコンフォトダイオードを、SPD、またはガリウムヒソフォトダイオード、GPD がある。精度が高く、また、反応速度が速いので、フラッシュ、先行電球及びエレクトロニックフラッシュの光量も、測定できるようになった。CDS 式同様、電源が必要である。 CDS より微弱な電流で動作するため、トランジスタなどの増幅回路と組み合わせて使用され、回路が複雑になる。また起電力の変化による影響が極めて大きく、電源安定化回路が必須となる。SPD は観光特性がフィルムより赤外域で高いため、フィルターをかける必要がある。GPD は特性の高い基礎が使用されているためあまり、 使用されなくなった。デジタルカメラにのみ用いられる方式で、撮像用の CCD 素子や CMOS 素子を速攻用にも使用する方式。速攻のために別部品を必要としないので安価に作ることができ、コンパクトデジタルカメラに広く採用されている。被写体に当たる光量を測定する形式。被写体の反射率や、被写体に近い方向の強い光源に左右されること。 なくて正な露出が得られる。ごくわずかの例外を除いて、単体露出系である。現在は、太陽光等の定常光だけではなく、フラッシュ光も測定できる、フラッシュメーターが主流となっている。被写体に当たっている光量を測定するので、光に透けた光量、夕焼け、テレビ画面、夜景を撮影する場合など、被写体自体から光を発している場合の速光には向かない。 また昼夜を問わず遠景撮影等で被写体の近辺に行けない場合には当然使えなくなる。よって人物や生物の撮影において活用される。被写体に当たって反射した光量を測定する形式。カメラに内蔵されている露出計は数少ない例外を除き反射公式である。単体の反射公式露出計の場合は中心の ごく小さな測定点で露出を測定するスットメーターが主流である。電気式、スポットメーターの初期製品としてはミノルタ、原子ニカミノルタが1964年に発売したミノルタビューメーター9が知られている。入社公式に対して被写体に向けるだけでどのような場所でも速攻が可能である。通常反射公式露出計は測定対象物の反射率が18%。 イコール標準反射率であると仮定して速攻する仕組みになっているため、反射率が18%から外れた測定対象を測定した場合、低反射率のものは実際より暗いと判断しだか反射率のものは実際より明るいと判断してしまうため、指示通りの露光値で映すと暗く映ってしまう。また逆光などでは入射口によって被写体が実際より明るいと判断され、 指示通りの露光地で映すと暗く映ってしまう。露出系が単独の製品となっているもの。入射公式露出系はこのタイプが多いが、反射公式、さらにどちらにも対応可能なものもある。基本的な機種でカメラに露出系が内蔵されるのが当たり前になった現在でも精度の高さや内蔵露出系にはない機能も持つことから需要が多い。 代表的な製品は、ウェストンのウェストンマスター、ゴセンのルナシックス、セコニックのスタジオデラックスがある。反射公式の代表的製品は、ペンタックススポットメーターなど、両用の代表的製品は、ミノルタオートメーターなどが有名である。クリップオンメーターとも呼ばれる、カメラに着脱できる、露出系である。単体露出系と同様の一切連動機構がない、ものもあるが、 多くはカメラに装着すると、シャッター速度ダイヤルなどと、機械的連結し、あらかじめ設定しておいたフィルム感度と、速攻結果から、現在のシャッター速度で適正露出になる絞り値を、表示する。基本的に着脱式露出計は、カメラの機種ごとに、専用のものが用意されていい。代表的なものに、用のライカ MC、メーター、キャノンビットビル、用キャノンメーター、 ニコン海洋ニコンメーター1.2などがある。特にニコンメーター1はレンズ絞りとシャッターダイヤルの両者を世界で初めて露出系に連動させた指針システムを確立させた画期的な着脱式露出系である。カメラの内蔵露出系が一般化すると廃れていったが、現在でも旧式カメラ向けの着脱式露出系がわずかながら販売されている。カメラに内蔵されている露出計。 カメラ側のシャッター速度や絞りと完全に連動させることが可能で特に AE カメラには必須となる。レンズ付きフィルムを除く現代の一般撮影用カメラにはほとんど必ず露出系が内蔵されている。最初に露出系を内蔵したカメラは再水根が1935年に発売したコンタフレックスである。受光部の位置、測定結果の表示方式などでさらに細かく。 分類できる。カメラに受光窓を設け、撮影レンズに関係なく、決まった測定角度で測攻する方式。撮影レンズを実際に透過した光を測攻する露出計。画角を考える必要がなく、フィルターの補正が不要であるなど多くの利点がある。最初に TTL 露出計を装備したカメラは、東京工学、現、トップコンが1963年に発売した。 トップコン RE スーパーである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。